山陽鉄道116-3400型は、かつて、日本国有鉄道の前身である、鉄道院、鉄道省に在籍したタンク式蒸気機関車である。アメリカ合衆国のピッツバーグロコモティブカーワークスから、複数の施設鉄道に導入された、40トンクラスの、車軸配置2から6から2の単式に気筒飽和式タンク機関車である。 ボールドウィンロコモティブワークス製の3300系より、やや大きく、形態もピッツバーグ流に洗練されていた。車軸配置2から4から2の210型とは、系列設計で、デザインラインが類似している。本形式を最初に導入したのは、1896年の南海鉄道と万端鉄道で、翌1897年には、豊州鉄道。 1907年には、横浜鉄道が導入し、計23両が日本に輸入されている。これらの内鉄道国有法により、国有鉄道席となったのは、万丹鉄道から山陽鉄道に譲渡された1両、豊州鉄道から九州鉄道に譲渡された12両で、その後の買収により、横浜鉄道の5両と、戦時買収によって国有化された。 西日本鉄道の2両の合わせて20両であるが、西日本鉄道買収の際の買収期のうち、本来3350型に編入されるべき、ブルックスロコモティブワークス製の1両が本形式に編入されており、3400型を称した機関車は、都合21両ということになる。形式図3400から3412の所言を示す。 3418の所元を示す。南海鉄道へは1896年に三両が入線したが、工述する万端鉄道の二両も引き受けて一型と称した。製造番号と南海鉄道での番号の対象は次の通りである。これらは1907年の電化後も貨物列車用として残留したが、1917年に三が 翌1918年に四が、晩州鉄道を介して、博多湾鉄道に譲渡され、1944年の戦時買収により、国有鉄道席となったが、南海鉄道に残った3両は、国有鉄道との接点のないまま、1923年の電気機関車全面的採用に伴って、用途を失い、1927年に廃車解体された。 博多湾鉄道から西日本鉄道に編入された2両については、戦時買収により本形式に編入されたが、3が3419、4が廃車による欠番を埋める形で3410となった。3410が毎晩二代目となったのは、横浜鉄道引き継ぎ車の続番に3両を編入すると、時形式と番号が重複してしまうためと推定されている。 3418は、博多湾鉄道基線の1であったが、前述のように1896年、ブルックス社製の別物である。元は、南和鉄道が発注したものであったが、1899年、1898年に、南海鉄道に譲渡され、同社の3型となり、そのうちの7が1925年に、博多湾鉄道へ譲渡され、 それが国有化されたわけである。南海鉄道に残った鉢は、1928年の全面電気動力化に伴い、廃車解体された。万丹鉄道へは1896年に2両が、1897年に1両が、入線したが、前述のように2両が、南海鉄道に譲渡されたため、製造番号1693のみが、 万丹鉄道に入り、同社の L3 型となった。1903年には、万丹鉄道が、山陽鉄道に事業を譲渡したため、山陽鉄道の24型となった。1907年に、山陽鉄道が国有化されると、1909年の、鉄道員の車両形式称号規定により3400型に類別され、3412となった。 豊州鉄道へは1897年に4両、1899年に4両の、計12両が入選した。これらは、1901年、事業譲渡により、九州鉄道に編入されて、同社の174型とされた後、国有化され、鉄道員の車両形式称号規定では3400型となった。横浜鉄道へは1907年に5両が、 導入され、A 型と称した。その後、1911年に、鉄道院の横浜鉄道借り上げにより、全社が、国有鉄道の番号体系に組み込まれ、3413から3417に不番された。横浜鉄道の正式買収は1917年で、ある。本形式は、客家療養の機関車として重宝され、旧急州鉄道のものは、 北九州地区で旧横浜鉄道のものは沼津や鶴賀に配置されていた。これらは鉄道員正式の標準形式ゾ備とと共に次第に入れ替えように転じていった。廃車は博多湾鉄道基線西日本鉄道かすや線の国有化に先立つ1934年から始まり、1949年までに全車が除籍された。 そのうち12両は民間に払い下げられたが、博多湾鉄道基線に譲渡された4両と、小倉鉄道に譲渡された1両が、戦時買収により再び国有鉄道席となった。その状況は次の通りである。この時点で、ピッツバーグ工場はアメリカンロコモティブに統合されていた。予定番号は6、6予定番号は、7。 ありがとうございます。